はい、ザ・ゲームギャルチャンネル、99です。今日ご紹介するアイテムは、こちらと言ってもハガキではなくて、これですね。おかずブランドですね。ニャンリケオジセールトゥージパンですね。今日こちらご紹介したいと思います。はい、これですね、GM 秋のですね、企画としてですね、十色ゲームワークスさんがですね、ポストカードですね、いわゆるポストの郵便のハガキのサイズの中、まあ実際使えるハガキとしてですね、まあゲームを作りましょうという企画をされていて、まあそれはホームページの方で告知されていて、たくさんの方が参加されていると思いますけども、まあそのうちの一つでおかずブランさんのものです。他のもですね、ポストカードもですね、GM で入手できたらそれぞれご紹介していきたいと思いますけども、まあそのうちのおかずブランさんのものですね、上の方に完成ハガキを書くところの宛先があって、まあ、下の方にルーリングが書かれているって、まあ、こういう形で作られています。まあ、これちょっと英語のバージョンなので英語版のルールが書かれていて、まあ、日本語ですとここにびっしりと書かれていると、まあ、なんでプレイする時だと、まあ、こうペラペラしないといけないので、まあ、2枚ずつぐらい買うのがいいのかもしれません。まあ、他のポストカードさんも多分みんなそうだと思うんですけど、こちらの方はですね、多分びっしり絵が書かれている場合が多いと思うので、まあ、こちらのめくるのが大変ならばコピーを取るか、まあ、2枚お買い求めになるのがいいのかもしれませんね。で、おかずブランさんのですね、ニャンリケオジのセールトゥジパングですけども、まあ、セールトゥインディアンのですね、まあ、紹介の漫画のキャラクターが、まあ、ピコーンと出てきているやつですけども、まあ、シンプルなですね、まあ、スゴロクタイプのゲームになってます。で、内容的にはですね、まあ、複数人数でプレイするんですけど、ここのところの上のサイコロの目がポイントになってまして、まあ、実際このポストカードなんで結構グッズを用意しないといけないんですけども、例えばこれだと、サイコロが2つと、チップが6個。あと、プレイヤーごとにですね、まあ、自分のコマと、まあ、仮のコマがいるとなってるんで、まあ、たまたまこれ1人用になってますけど、まあ、こっちは人数分いって仮コマが1個いるっていうことになっていました。なので、どのポストカードもですね、まあ、こんな風にいろいろ他のグッズがいるようだと思いますね。プレイするときにはその辺はちょっとチェックした方がいいでしょうね。ここからビヨーンってここまでいくシンプルなスゴロクになってるんですけど、サイコロを振って、出た目、これ4と3。まあ、わかりやすいサイコロなんですけど、4と3なので、まあ、ここに置けるところがあるんで、出た目のどっちかを置きます。例えば3なら3って隠すと、まあ、3パワー手に入るので、3パワー分だけ進めますよと。で、これがバースするゲームなので、実は、まあ、1個進めて、これ、ここが今いる位置で仮ですと。で、3パワー使いましたと。で、また振りますと。これ1なんですけど、1と5なので、じゃあ5パワー使いますと。ここに5パワーって書いてあるんですけど、5パワー使いますと。そうすると次行くのに4なので、まあ、もう1個進めますと。で、これ繰り返していくんですね。だんだん置ける場所が減るんですけど、3、1になっちゃうんで、もう3は使っちゃったのでダメですと。で、1はですね、次次回だけ2倍にできますっていう能力なので、じゃあ2倍の能力を予約しておいて、振りますと。2、5になるんですけど、2はもう5は使っちゃってるので、あと2しかないので、でも2は2倍なんで4いけるんで、じゃあ2を消費して4だったら進めるんで、ここまで進みますと。で、ここでパスですと。パスしますって言うと、じゃあここが確定すると。こういうゲームなんですね。で、次のプレイヤーもまたやってきて、進んでいくと。で、いち早く、まあ、ゴールドまで行けばいいって、まあ、こういうシンプルなゲームになってます。さあ、ポストカードのこのサイズの中にですね、まあ、バースト要素を取り入れていて、まあ、なかなかですね、私さっき振ってみたところですね、まあ、結構、重なってくるんですね。まあ、同じところがもう使えないので、まあ、いつやめるのかっていうところ、なかなかですね、こう渋いところがあって、いけないところがあるんですね。で、当然、いけない状態、さっき例えば5-5とかになっちゃえばもう置けることはできないので、バーストして一気にスタートまでピュッて戻っちゃうっていうことがあるので、まあ、いつバーストするのかなんてことを考えながらですね、軽くプレイできるゲームになってると思います。まあ、様々なポストカードをですね、皆さん各サークルさん趣向を凝らしてですね、いろいろ出ていると思うので、十色ワークさんのところですね、一覧表を作られているようですし、まあ、統一もチラシを作られているようですから、まあ、そこをチェックしてですね、いろいろ回ってみると面白いと思います。おかずブランさんのところはこれ1個100円でですね、個別販売されているようですし、他のところはですね、スタンプラリーでいただけるのもあるみたいですし、個別の何だかの予約のおまけになっているのもあると思うので、気になったですね、サークルさんのチェックするもよし、当日見てみるもよしっていうのをいろいろ GM 楽しめるんじゃないでしょうか。はい、おかずブランドさんのですね、ポストカードゲームニャンリケ公開王子のですね、セールトゥジパングのご紹介でした。ザ・ゲームギャルチャンネル春99でした。